行錯誤しましたんで、こんにちは。バイバイ。どうも、福岡で出張カメラマンをしております、両方との山口と申します。皆さん、ロケ撮影でこういうストロボ使って撮影とかしますか？まあ、僕はロケ撮影でバリバリストロボ使うので、このライトスタンドよく使うんですけど、このライトスタンドの問題がですね、ロケで使うときに風でよく倒れちゃうんですね。で、風で倒れるともちろんストロボが破損してしまったりですとか、まあ、最悪被写体にバーンと当たってしまって怪我をさせてしまう可能性っていうのがあるので、まあ、なるべくロケ撮影中にこのライトスタンドを風で倒れないようにしたいんですけど、いろいろ僕も試しました。で、いろいろ試行錯誤して、まあ、これが一番いい方法なんじゃないかなっていうのを見つけましたので、今回そのことをお教えしたいと思います。では行ってみましょう。スタート。はじめにお断りしたいんですけど、この方法って必ずライトスタンドが倒れないっていうものではもちろんありません。あまりにも強い風が吹くとこの方法でも倒れます。本来であればもっと大きいセンチュリースタンドみたいな重くてでかいスタンドを使って、ちゃんとウェイト重しを置いて、なおかつアシスタントの人にこう支えてもらいながら写真撮るっていうのが本当は正解です。ただ僕みたいに一人で撮影していると、アシスタントそもそもいないですし、重い機材とかでかい機材を運ぶっていうのは現実的に無理なんですね。なので今このスタイルでやらせてもらってるんですけど、でその上で一番いい方法っていうのです、まあ、もう今見てもらってるこの状態なんですけど、単純です。カメラバッグをこのロープでつないでるっていうだけです。単純でしょ。しかしこれがかなり効果的なんです。全然倒れないです。はい、じゃあポイントの解説をしたいと思います。まずですね、このライトスタンドの足はなるべく広く開きましょう。その方が倒れにくくなります。まあ、極端に言うとこういうふうに狭くしちゃうと倒れやすくなるので、なるべく開いてやるってことですね。で、この軸が下にこう力が加わるようにしたいので、この重し代わりのカメラバッグですねに、ボール付きバンジーコードをやってます。まあ、ゴムの紐ですねをここの、ライトスタンドのネジのところに引っ掛けるということで、下に力が加わるので全然倒れにくくなるというわけです。ポイントとしてはですね、このコードがあんまし引っ張りすぎるとあんまし良くないと思います。ライトスタンドにも負担がかかりますので、ちょっと伸びるかなぐらいに調整しましょう。はい、じゃあポイントとしましては、ライトスタンドのこの足ですねをなるべく広く開きます。その方がもちろん倒れにくくなりますので。そして、負荷をかけていくんですけど、このポールの軸がこう下に向かって力を加えたいんですね。なので、このポールのネジのところですねにこうやって引っ掛けると、で下に向かって力を加えるわけです。ちなみにボール付きバンジーコードっていうのはこういうやつです。こういうのですね。100円ショップとかで売ってる、 Amazon でも売ってます。安くですね、こんな風にして止めてます。で、これ1本だけだとちょっと短かったので2本分を結びつけて使ってます。で、他にもですね、僕いろいろ試行錯誤してライトスタンドをちょっと大きいサイズにしてみたんですけど、あんまし変わんなかったです。だったりこういう足のところにカメラバッグがこれ浮いてるんで、例えば こんな風に置いてみたりとかもしたんですけど、まあ少しはいいですけどね、倒れやすかったので、これが一番今のところいいかなっていうところです。どうでしょう、ライトスタンドをロケで使いたいけどすぐ風で倒れちゃうから困っちゃうなっていう人、一度試してみてはいいかもしれません。で、また次の動画でお会いしましょう。福岡の出張カメラマン、両フォトの山口亮でした。それじゃあまた、バイバイ。